どうもこんにちは、KK こと加納一馬です。 Netflix に入って2年、 Amazon プライムビデオに入って1年の僕がこの2つを比較してみます。まあ、正直どっちにもそれぞれ良さがあるとは思ってはいるんですけど、まあ、でもこの2つ一体どちらがどのように優れてるのか比較してみましたんで、ご覧ください。どうぞ。このね、料金に関して言えば、これはもう圧倒的に Amazon プライムビデオの圧勝。Amazon プライムビデオは基本500円でもう見放題なんですよ。それに対して Netflix は3つコースがあって、ベーシック、スタンダード、プレミアムとね、3つあるんですけど、このねコースによって一体何が違うかっていうと、一番大きいのはね、やっぱね画質が違うんですよね。HD 画質とかウルトラ HD 画質とね、こう少しずつやっぱコースが高ければ高いほどいい画質で見られるんですけど、 Amazon プライムビデオはね、500円でね、もうウルトラ HD 画質とか見れちゃうんですよね。まあ、作品によってはね、その 4K のやつもないやつとかも全然あるんですけど、でも500円でね、それらがね見れちゃうんですよね。でしかも Amazon プライムはその動画配信サービスだけじゃなくて、買い物した時のその配送サービスとか、あと Amazon ミュージックみたいな、そういうこう別の特典もねたくさんあるんですよね。もう僕全部使いこなしてないと思うこれもうね、そういう意味ではやっぱ料金っていう点を考えるとね、これは圧倒的に Amazon プライムビデオはね安い。なのでもう料金に関してはこれも間違いなくアマプラの勝利。イエイ。使いやすさという点を考えたら、これはもう Netflix の圧勝です。 Amazon プライムビデオは字幕と吹き替えの切り替えがいちいちめんどくさいんですよね。 Netflix はもう見てる、その再生してる途中で設定をいじれば変えられるんですけど、 Amazon プライムビデオはね、一回一回戻んなきゃいけないんですね。再生してる時に、あ、これ字幕じゃんと吹き替え戻りたいなと思ったら、一回戻って、あの字幕版と吹き替え版のね2つがあるから、2つあるやつと、まあ、ないやつもあるんだけど、それを一回選んで、でドラマとかとそこからさらにエピソードを選んでっていうね、結構二度手間だったりするので、まあその字幕と吹き替えのこう切り替えっていう点ではね、まずちょっと面倒くさいんですよね、 Amazon プライムビデオは。あとね、オープニングとかエンディング、ドラマとかアニメとかあるじゃないですか、あれをスキップ機能がついてるのは Netflix なんですよ。 Amazon プライムビデオはね、スキップはついてないんで、手動で早送りしなきゃいけないんで、そういう点でもね、やっぱ Netflix すごい使いやすいし、あとね、やっぱり、ね、検索がね使いにくいんだよね、 Amazon プライムビデオは。Netflix はやっぱこう役者とか監督名とかジャンルで検索して、結構割とその通り出てくるんだけど、 Amazon プライムビデオはね、関係ないやつとかも結構ね出てくるから、非常に検索はしにくいね。で俺ね、 Fire TV スティックを使ってるんだけど、Fire TV スティックで Amazon プライムビデオの作品をね検索すると、横にカチ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 押してって、それでね探さなきゃいけないの、ね、でも Netflix は一回検索したら5個一気に出てくるから、それを下に行けばいいの。伝わってるこれ伝わんないな、うん、なんだろう、ボタン1個で1個出てくるのと、ボタン1つで5個一気に出てくるっていう差があるの、ね、その検索の時のカチ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 ね、ずっと押さない、何度も押さなきゃいけないから、 Amazon プライムビデオの方は。そういう点でもね、やっぱりちょっと検索しにくいかな、 Amazon プライムビデオは。だから動画再生コンテンツとして考えた時には、まあやっぱり Netflix はすごい強い、すごい見やすい。これはね、正直考え方による、どこを撮るかって感じだよね。まあ例えばそのオリジナル作品っていうことを考えれば、ネットフリックスの方が強いよね。もうネットフリックスは映画、ドラマ、バラエティ、アニメと、やっぱ全体的にオリジナル作品をすごい作ってるから、ここでしか見れないものってこと考えたら、ネットフリックスの方が非常に多いかな。
映画なんかもね、昔はさ結構やっぱネットフリックスのオリジナルの映画なんて微妙って言われてたけど、最近だとアイリッシュマンとかね、マリッジストーリーみたいな、そのアカデミー賞に食い込んでくるような、そんな作品も増えてきてるし、あとね、もうドラマはね、もちろんすごいいいものも増えてきたし、日本でもね、全裸監督とか、フォロワーズとか、まあフォロワーズはまあ内容はあれだけど、まあでもここでしか見れないものっていう、その作家性がすごい強いものっていうので、すごい力入れてるなっていうのわかるし、バラエティはね、海外のバラエティはすごい多いんだけど、日本のバラエティだと、やっぱりテラスハウスとか、アイノリぐらいしかないって、まあそこちょっと弱いかなと思うね。あとアニメもね、結構オリジナルの作品、バキとか、デビルマンとか、うん、やっぱ少しずつやっぱ、力入れてきてるなっていうのがね、やっぱわかりますよね。それに比べると、アマゾンプライムビデオは、映画はね、そのアマゾンスタジオがこう制作に入ってるやつとかはあるんだよね。まあでもそれは別にここでしか見れないっていう感じはないからね。あくまで制作に入ってるってだけっていう点っぽいし、ドラマもね、いや、すごいいい作品たくさんあるよ。フリーバックとかね、ザ・ボーイズ、ナチハンターズとかね、すごいいいのがあるけど、でも、ネットフリックスの量に比べると少ないね。あとはまあ、バラエティとかもね、日本のだとバチェラーとかドキュメンタルとかもね、まあ、少しずつね、その辺も頑張ったね、日本のバラエティっていう点で考えれば、Amazon プライムビデオの方がまだ多い気がするかな、っていうことを考えると、まあ、やっぱりオリジナルっていう、こう、そこでしか見れないっていう強みは、ネットフリックスの方が強い。しかしですね、作品の量ってことを考えたら、これはアマゾンプライムビデオの方がね、多いんですよ。特にやっぱね、昔の作品なんかは、アマゾンプライムビデオの方が多いんじゃないかな。僕最近ね、その時代劇結構見てるんですけど、時代劇をね、検索しても、ネットフリックスなんかは、最近制作されたものばっかりで、昔の作品全然出てこないんですよ。でもね、アマゾンプライムビデオは、結構ね、もう50年代、60年代ぐらいに作られたもう作品とかも結構あるし、そのプライム会員じゃなくても、100円とか200円払えば見れる作品とかもね、あったりするから、作品のね、量を考えたら、これはね、Amazon プライムビデオの方がね、多いと思いますね。という感じで、まあ、どっちでもいいよね。いや、やっぱね、どっちもそれぞれね、良さが違うから、もう本当ね、個人的なね、感想から言えば、どっちも入ったらいいじゃんって感じなんだよね。もうそれぞれね、それぞれ楽しいんだから。まあでもこれからの時代はさ、やっぱりまあ動画配信サービスがどんどん主流になってくると思うけど、そうなってくると、オリジナルコンテンツっていうのが、まあこれがやっぱ一つの強みになってくるわけじゃん。それでさ、やっぱ、それぞれのさ、会社がこぞってさ、オリジナルコンテンツ作っていくわけじゃない。そうなってくるとやっぱ疲れてくんのはこっちだよね。どれにも入らなきゃいけないっていうのはさ、ほんとめんどくさいよね。もうディズニーがもうディズニープラスやってね、今日本だとディズニーデラックスだっけ、で、なんかマンダロリアンとか、マーベルのドラマ作ったりとかしてるらしいし、あと、アップルもね、なんか始めたんでしょ？アップル TV とかっていうので。これもね、すっげえ力入れてる感じでね、役者とかね、監督、ほんと良さげな人たちがね、ばっかりいるっぽいんだよね。で、他にも、なんだっけ、HBO もなんか新しくやるらしいよね。もうそのドラマ業界のね、帝王の、あの会社がね、新しく動画配信サービスに参入するってことを考えると、いや、もう疲れちゃうよ、こっちは。もうついてけないよ、こっちは、本当に。まあ、そんなね、僕はとりあえず今んとこ、ちょっとHulu入りたいなと少しは思ってんだよね。で、Hulu のオリジナルドラマでなんかいいのあったかな、わかんないけど。あ、でもやっぱディズニーデラックスかな、その前に。マンダロリアンがね、やっぱすごい評判がいいらしいね、あれ。ほんとやめてほしいよね。ねえ、ほんと辛いよね。ねえ、しかもマーベルシネマティックユニバースもさ、なんかそういうドラマ系でさ、これからそうディズニーで作るやつは、
なんかもうそのスピンオフを超えたレベルになってきてるじゃん。なんかもう本編と結構つながりがある雰囲気の作品とかも結構出てきてるっぽいじゃないの。ほんと嫌いよね。ああ、やだやだ、本当に。ああ。まあでも、本当に、ネットフリックスとアマゾンプライムビデオ、どっちもね、良さがあるんで。まあ最初入るだったら、まあ500円のね、アマゾンプライムビデオの方がいいんじゃないかなってね、それぐらいはね、思いますね。ということで、今回の動画はこれで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。